著名な漫画家による絵頭をモチーフにした年賀状が並びます。高橋市にある吉備川上ふれあい漫画美術館には辰年だった2000年に届いた漫画家からの年賀状50枚が展示されています。美術館の名誉館長である故富永一郎さんをはじめ、高橋出身の平松真嗣さんなどによるはがきは見応えたっぷりです。辰といえば空想上の生き物ですから、漫画家さんのオリジナリティもあふれるイラストを楽しんでいただけると思います。新春企画漫画家からの年賀状辰年編は3月28日まで開かれています。